つが。もうね、まなまなさんは最近では大阪東京間を一人でこの前運転しました。バチ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 。もう慣れてきた？うん、慣れてきたけど、たまに信号がここみたいな時ない？だけどさ、都会ってさ、信号が大きいカーブの時とかって何個も何個も信号があるの。こう予備信号みたいなのがあるじゃん、うん、あれがどれみたいになって、こうみんな急ブレーキ踏むみたいなところがあるよ。あれでね、急ブレーキ何度も踏んでます。本当に。しかも白線とか消えてたりとかするの。大阪って結構止まるとこが大阪は分かりにくい。で、東京は逆に言えば交通整備がすごいちゃんとしてあるから白線とかすごい見やすいんだけど、もう幅が若干狭い、どこも細道がっていうのが東京の怖いところかな。大阪は単純にもう一本逃したらもうほんまに一通ばっかりで、ほんまに戻れんくなるっていうのもあるけどね。ね、この車はユリスクロスっていう車種なので、そんなに横幅、まあ横幅ちょっと大きいかもしれないけど、すごい小回りが利く車だけん、めちゃめちゃ運転はしやすいですね。あとやっぱり何、装備みたいなのがいっぱいついてるの。明かりがついてくれたり、こう車が来てると今は右とか車線変更しない方がいいですよって、こうピコピコピコって ついたりとか、あとここの目の前に絵が、絵っていうなんていうんかね、これね、見えんのよカメラだと、うん、トランスフォーマーみたいな。目の前に今時速何キロの交差点、何キロの制限速度があって、今何キロ出してますよっていうのがこの目の前に見えるの。この車の本当にいいところが、自動運転がついとるけん高速道路が本当に楽。もうね、持ってるだけでいいの。もう高速道路はもう自動運転にするので、そこの区間のキロ数を出しとけば、勝手に目の前の車がいたら近くなったなと思ったら減速するし、前の車と一定の距離を常に保ったまま運転してくれるけん、あのハンドルも操作してくれてるから軽く持ってて、で目の前周り見とけば大丈夫っていう感じ。まなみのね、運転姿を見たいっていう子が多かったね。あ、そうなの、うん、あ、でもコメントでもなんか来とったわ、そういや。あ、でも本当に運転が日常茶飯事ぐらい結構運転しとるけど、免許取ってすぐぐらいから慣れましたね、ほんまに。なんか信じられんもんね。うん、自分も未だに信じられんよ、なんか。ほんまにね、え、どっちの方が運転しやすいだろう。圧倒的東京の方が運転しやすい気するんよね、運転の感じだけで言ったら。大阪はすぐに、え、今の信号だったみたいなことがある。なんかほんまに分からんのよ、危なみたいな時結構ある、自分の中では。それぐらい分かりにくい信号が。誰か共感してくれんかな。やっぱ自分だけなんか道に慣れてないってのもあるんかな。東京でいっぱい運転しとる系じゃない、うん。え、でもね、運転しとる量だけで言ったら多分大阪の方が多いんよね。東京だと現場とか仕事の方が多いからさ、マネージャーさんが運転してることが多くて、大阪の方がその小回り運転を結構してるイメージ。何なんだろうね。でもこれで広島帰ったらすっごい運転しやすいだろう。そうだと思う。一回広島帰った時にやっぱ運転しやすかったもんね、圧倒的に。ほらさ、見てもさ、もうこの時点でさ、右の車線乗るんかな、左の車線乗るんかなみたいな、今のこの位置から見たら。でもさ、圧倒的には自分が言うのは左だから左になるんだけどさ、わかる。これね、まだ初心者だから自分はそう思うのかもしんない。でもたまにこう走ってて、あれどっちの車線取ったみたいな。試写会どうだった？ああ、いや、試写会はもうめちゃめちゃ緊張したよ、ほんまに。初めてこうだから、ファンの子とか関係者じゃない人も見れたっていうのが初だったから。実はまだ自分、私一本フルで見たことなくて、劇場で見たいと思って見てなくて、本当にね、緊張しました、めちゃめちゃ。やっぱりね、なんか見どころはどこですかとか聞かれても、自分の中の見どころとかたくさんもちろんあるし、あとなんといっても喋っちゃいそう、最後。最後っていうか、ここ喋っていいんだっけみたいなのがありすぎて、みんな恐る恐る喋ってたもんね、あの時。あ、でもこの前車に関する話をしたくて、もうほんまにびっくりすることがあって、今井さんともう一人マネージャーさんと大阪まで来て、その後すぐに打ち合わせだったから、大阪の都内から尼崎の方へ向かってったの。その向かってる途中にさ、今井さんがさ、自分助手席乗ってて、今井さんが、え、車がやばいみたいなこと言って、え、みたいな感じになったわけ。目の前見るじゃん、
Kが横転してんの、真横に。しかも破片グレグレってなってて、もうしかも警察も誰も、もう今なりましたみたいな、もうほんまにもう事故起こって5分以内ですみたいなことがあって、めっちゃ、しかも大通りじゃないの、ちっちゃい細道なんだけど車の通行がまあまあちょびっとあるよみたいな感じのところでさ、で一人男性の人が外に出て立ってて、こう車をこう電話かけようとしてんのかなみたいな時があって、えこれはやばいと思って、でさ車みんないっぱい通ってんだけど誰も止まんないの、その車の破片を避けて通るだけみたいな、まあ正しいと思うけど、でもさ中に誰か人が他にいるかもしれないとかさ、誰も人が寄ってあげてないから分かんなかったからさ、打ち合わせの時間があって、ほんとギリギリでもう過ぎてるぐらいだったんだけど、いやさすがにこれは止まろうって言って、ね大丈夫ですかって声かけたらさ、なんかめっちゃ気が動転してたの、その男性の人に、いやあ、大丈夫ですみたいな、もう明らかに大丈夫じゃない、おでこから血出てたし、頭打たれてませんかって言ったら、結構打ってますみたいな、あ打ってるんだったら多分ほんと立たない方がいいんで、座ってるか横になるかした方がいいですって、電話はされましたかって聞いて、あ今かけましたみたいな感じで、他に仲誰かいませんか大丈夫ですかって言ったら、そのあ自分一人なんで大丈夫ですって言って、本当にもう気が動って、こんななんか落ち着いてない、いやみたいな、本当に気が動転してたの、多分アドレナリンが出てて、多分体は痛くなかっただろうし、なんか本当意識もはっきりしてたんだろうけど、本当に多分気が動転してるような感じの、一回あじゃあ分かりましたって言ってその場を離れて、コンビニに行って絆創膏とかなんか飲み物とか傷パワーパッドとか買って、また行った時に警察が来てたんだけど、自分的になんかちょっと文句じゃないけど思ったことがあって、車の男性が、まあ、ちょっと事故っちゃって、一人で事故った感じの雰囲気、ガードレール突っ込んでて、ガードレールもぐちゃぐちゃだし車もぐちゃぐちゃだったの、30メートルぐらい離れてるところにさ、団地が確かにあった、団地っぽい雰囲気のマンションがあって、通行人みたいな人がさ、そっから絶対に見える一直線上のところに人だかりになって、近寄りもせずにこうみんなで噂話してる、みたいな感じ、寄ってあげないの誰も、誰もよ、そんなに大人がいて誰もよ、確かに子供が寄るのは絶対危ないかもしれない、なんか爆発とか漏れてるとかそういうのがあったかもしれんけど、明らかに煙も出てないし、でもしかしたら中に他に人がいるかもしれないし、その距離からじゃ絶対に見えないだろうに、なんで誰一人も近寄ってあげないのって思っちゃって、えと思って、誰か一人ぐらいさ大丈夫ですかって声かけてあげたらいいのにさ、ちょっとあるけど30メートルもないかもしれん、でもそんなと考えたとこからさ噂話されてるって分かるようなさ雰囲気をさ、事故を負った人はさ目に入っちゃうような距離感にいたわけ、それすごいなんか嫌だなと思っちゃった、確かに事故ったのはもしかしたらほんまに見た感じほんまに単独事故だったから、なんかよそ見か居眠りか何かあったかもしれない、それは本人が悪いかもしれんよ、でもさその距離じゃ中に人がいるかもどうかも分かんない、どんな状況でどんな事故があったかも分かんない、病気を持っててそうなったかもしれない、そんなのにさなんかほんと人ごとみたいな感じの見てたのがすっごいなんかもやっとしたっていう話ということがあったんで、そういう時になんか声をかけてあげられる大人に私はなりたいと思いました、本当にすっごいなんかね嫌な気分になった、それを見た時に、まあなんかさ自分さめっちゃ高速の事故とか見んの映像で、それは実物でなくて映像なんだけど、それはなんでかって自分が結構高速運転するってのもあるし、運転をよくするから意識を常に保っとこうじゃないけど、そういう、 こう自分がいざこうなるかもしれないって思いながら運転をすることに心がけてて、まあ、そういうのはね皆さんも本当に心がけた方がいいことだと思います。ベビーカステラを見つけるまで帰れませんということで、先ほどまでドライブをしてたと思うんですけども、ちょっとねここからベビーカステラを探しに行こうということで、大阪ってねベビーカステラさんやんかね、屋台みたいなのがね結構あるんよね、で結構そういうのを見かけるんですけど、今無性にベビーカステラが食べたいということで、制限時間1時間ぐらいでちょっとベビーカステラを頑張って見つけに行きたいと思うんですけど、まず第一候補はもうすでにありませんでした、なので次第二候補今から向かいたいと思います。ちょっとパソコンをやるために交代になりました、運転手さんと。
でベビーカステラ結局3店舗回ったけど屋台がありそうあった場所を回ったけどなかったので、最終的にお店のベビーカステラに行きたいと思います。ただのドライブみたいになっちゃったよね、ほぼドライブしながら仕事してあーなんとかなんとかいやなんとかっていうことをやってました。みんなでパソコンで仕事しながら、いやこれはこうだこうだとか言いながらやってました。イエーイ、ベビーカステラやっと食べれる、わーいわーい、ということでベビーカステラの深夜へゴー。はい、ということで最終的に心斎橋の方でベビーカステラを買いました。一番最初心斎橋にいたのに最後また心斎橋に戻ってくるって、ほんと1時間半ぐらいぐるぐるしてました。ということでね、ベビーカステラやっとゲットできたんですけど、若干まだちょっと冷たいということで家に帰ってチンして食べるのが本番かなと思っております。でも美味しいです、とっても。ということでドライブトークがどんどん、なんかドライブしてたはずがドライブじゃなくなりなんかいろいろあったんですけど、こんな感じで本日も撮影してました。バイバーイ。